やあ、先生圭介だよ。今回からガンプラ制作新しい企画を始めていきたいと思います。それは俺は VTuber モデルガンプラシリーズです。だいたいタイトルの通りなんですけど、俺の知り合いの VTuber、 前の VTuber さんのをモデルにしたガンプラを作っていきたいなと思います。今俺が持てる技術とセンスを駆使して、その VTuber さんの特徴とかを表したガンプラを作ればどうなるかっていうのがね、やってみたいです。第一弾となる今回はですね、俺が一番裏でよく絡んでいますアスイロプロジェクト所属、小春奈子先生。この方ですね、確か1年2年前かなにガンダムに初めて触れて、そっからもうたくさんいろんなガンダム作品を次々と見続ける、もうだいぶお熱な方ですね。その彼女の一番好きな機体はユニコーンガンダムなので、今回はHGUC のユニコーンガンダムデストロイモードを小春奈子先生の色で仕上げていきたいと思います。今回は前回の闇落ちキャリバーンと同様、パーツを一個一個すべてランナーから外した状態で塗装したいと思います。例によって出てくるのはこの高周波洗浄機、こちらで部品を洗浄、ヤスリがけなどで出てきた粉等を取り除きます。まず塗るのは比較的重要じゃない部分、関節部から塗っていきましょうか。関節部は小春奈子先生の履いているタイツの色にしちゃいましょうなんかすごい性癖混じりな感じのモビルスーツになりそうな気がするけど、いや大丈夫ですよ。ユニコーンの関節部ってあんまり表面からそこをそんなに面積拾わないんでね、タイツの部分そんなにあるわけじゃないんでねタイツの色を作るのに使うのはブラック、このブラックをまず先に皿に出しておきまして、その後に、グレーを若干混ぜて、完全な黒というよりは若干薄めるような感じでタイツの色とさせていただきましょう。いやそれにしてもさ、ナコ先生のこの立ち絵すっごい素晴らしいセクシーですよね。こっちの立ち絵ってね、確か活動中の途中でできた新立ち絵の方なんですけど、見てください、旧立ち絵の太もも捨てがたいんですよ。タイツ派か太もも派か、それは完全に好みになりますが、どちらも素晴らしいですよね。色ができたら塗装、ビームマグナムをこの色にします。なんかビームマグナムがさ、タイツの色ってどんな性癖やねんって思うんですけどねね続いてバックパックの塗装。バックパックは奈子先生の上着の色、この色ですね、この色に仕上げていきたいと思います。この色を作るために使ったのはブラウン、そしてレッドブラウンのこの2色、この2色が近いでしょう。余談なんですけど、このレッドブラウン、実は奈子先生のこの上着を再現するために買ったものではありません。ブラウンの塗料を Amazon で注文したんですけどね、いざ届いてみれば注文ミスでレッドブラウンを買ってしまっていたということがありましてねミスで手に入れたんですよこれ。やけミスター間違えたって思っとったんやけど、後でユニコーンの色どうしようかなって考えた末に、バックパックを上着の色にしようかなって考えついて、よく見てみれば
レッドブラウン割と近くねってなったんですよね。だからね、今回バックパックの色を上着にするにあたってミス、買ったのは購入したのはミスだったんだけど、めちゃくちゃ貢献してくれたっていうね。いやー、失敗ってたまに思わず成功につながる時ありますよね。一緒に白も混ぜて色の調整も図っております。そして塗装、こう見たらさ、すっごいチョコみたいな色になってるね。このチョコみたいな色っていうところ、また後日使えそうな気がする。次は足のパーツ。足のパーツはナコ先生が履いているハイヒールの色でいきたいと思います。ナコ先生のタッチエッドを見比べた結果、ネイビーブルーがそのまま靴の色と大体似ているような気がするので、そのまま使っていたいと思います。ビームマグナムのマガジンもこの色で塗りたいと思います。ビームマグナムにくっついているマガジンの部分も筆を使ってこのネイビーブルーを塗りつけていきます。これがまた集中力がいるっていうかさ、器用に塗っていくよな、自分でもそう思う。さてメインディッシュ、ユニコーンの白い外装部分をナコ先生の髪の色ピンク色に仕上げていきたいと思います。どの色をベースに作っていこうかなって、いろんなプラモと照らし合わせていったらですね、なんかシャーザクと色が似てなくねみたいな思いました。なので今回市販されているシャーピンク、シャー専用ピンク、この塗料、こんな塗料があるんですね。こちらをベースに作っていきたいと思います。そこにモンザレッド、白、果ては黒も混ぜて、どん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 微調整して、コハウナコ先生の立ち絵の髪の色にどんどん近づけていきました。もうこれに関しては俺の完全な色彩感覚によるさじ加減なんで、完全に同じ色っていうのはもう無理かと思いますね。なので近い色にできればそれで満足という感じさせていただいております。正直何度も何度も色を混ぜ合わせたもんですからね、どれぐらい、どの色をどれぐらいの割合で混ぜたらナコ先生の髪の色になったかなんていうのはね、もうバッ全く覚えてないんですね。逆に言えば再現不可能なワンオフカラーってところですか。次作った時はまた違う色になってしまうんだろうな。プラムが推し色に染まっていく姿を見ているのは気持ちいい。さーて、ここからはこのプラモでよくできたなって思う部分、それはブレードアンテナ、ガンダムの角の部分ですね。ユニコーンガンダムのブレードアンテナですね。あのユニコーンモードの時は一角銃みたいな角なんですけども、デストロイモードになる時に開くんですよ。今回デストロイモードってね、裏面は外装のナコピンク、じゃあ表面は何でいくかってことに悩みました。その結論はこれです。メタリックレッド、いつかメタリックカラー使ってみたいなと思っとって買ったのがここで役立ちました。ガンダムのブレードアンテナってどうしてもやっぱ目立つ部分なので、他よりも綺麗な色で塗りたいなと思っとったんですけど、目についたのがこれ。先に裏面をナコピンクで塗っておき、乾いた後にその裏面の部分をマスキングテープで隠してやる。こうすれば
表面だけをうまく塗ることができます。メタディックカラーはこんなところでも使いました。俺はプラモのシールは極力使わないように、代わりにうまいこと塗装で再現できるようにやるタイプなんですけども、モノアイのシールだけに関してはですね使ってます。というのもモノアイのシールまで使わずに塗装するとなるとね、目の部分がどこからどこまでの範囲塗ればいいかっていうのに悩んでしまうので、ここは素直にモノアイのシールは使うことにします。でね、このモノアイの緑の部分、ユニコーンは緑らしいんですけども、この緑の部分も赤に塗り替えちゃいます。筆でこの上から緑の部分だけメタリックレッドを塗りつけて、この状態で使おうかなと思います。ある程度まで部品を組み立てていきます。適度に組み立て終わったら、そのパーツの上から艶出しクリアを吹きかけていきます。このタイミングで吹きかける理由は、パーツの表面にある小さなデコボコとかを艶出しで埋めることによって墨入れ用の塗料をにじませない効果を持たせます。まあ塗装した部品にそんなものがあるかわからんし、ほんまに効果があるかわからんので、もしこの動画を見ている有識者の方、そら辺アドバイスもらえればなと思いますが、墨入れ塗料は水性塗料から作ります。レッドの塗料にシャア専用ピンクを少量混ぜて、若干ピンクに寄せた赤色、水性塗料に混ぜるは薄め液、それともう一つマイペット。こちら本来は洗浄用の掃除用の液体かと思うんですけども、あの溝とかに塗料を塗ったら、その溝に沿ってヒュッて広がっていく毛細管現象、こちらがですね、水性塗料にはその効果がないんですよ。その水性塗料に毛細管現象みたいな効果を与えるために、このマイペットを混ぜてます。でもいざやってみると全然広がっていかんのよね。これなんでだろう。一応ね、あの余っている組み立ててないプラモのパーツ、もちろん未塗装にこの水性塗料の墨入れやってみたんですけど、綺麗に広がってたんですよ。だからね、塗料の作り方が悪いというわけじゃなくてね、その塗装したパーツに流し込むってことは難しいもんなんかな、最初から、この辺ちょっと知識とか経験がわからんので、これも有機知識者の方ちょっとアドバイスとかもらえればなと嬉しいんです嬉しいんですけど、まあ何せよ流れ込まないので、もう流し込むというよりはさ、もう塗りつけてるような状態になっておりますね。そしてデカールを貼ります。こちらは市販のデカール、型にアナハイムのマークを貼りましょう。あとビスト財団のマークも貼ってしまおうかな。胴体に隙間があるんけん、そこにしよう。そして今回はこんなものを用意してみました。こちらコハウナコデカールです。こちらはですね、ロゴ画像をナコ先生に提供してもらって自分で作ったお手製のデカールです。どうやって作ったかって言ったら、他の方が YouTube にアップしてた動画を見て、それをまんま真似ただけなんですけどね。まあちょっと気になる方用にちょっと僭越ながら勝手なんですけども、その説明欄にその方の動画 URL で貼らせてもらおうかな。こちらを
空いているもう片方の型の方に貼り付けます。あとは仕上げのツヤ出しクリアを吹きかけて、乾燥したら全部の部品を組み合わせれば、ナコスユニコーン完成。いやー、無事完成できてよかった。何よりもね、小原奈子先生本人に見せたところだいぶ好評だったし、奈子先生のファンの方からも結構いいねをもらえたんで、あと動画上ではカットしたんですけども、実は塗装中にパーツを5個ぐらいなくしてしまってねユニコーンをもう1個買って、そっちからパーツをなくしたパーツを全部移植してたんですよ。やけんね、パーツ一個一個の状態で塗装するのって結構なくすリスク高いんやなって感じました。なので次作るときはですね、ある程度組み立ててから塗装しようかなと思います。何せよいい出来のガンプラができてよかったです。次回も VTuber さんをモデルに作るつもりなので、またよろしくお願いします。今回のガンプラ出来が良かったなと思った方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。というわけで皆さん、おつけい。